ジシャン系 YouTuber のゆうきです。雑談枠の方で、お話しさせていただいたんですが、私が小学生の頃学校の先生のやっていたというマジックをですね、鮮明に覚えているので、そちらの方をですねちょっと紹介させていただきたいなと思います。でそちらのマジックもですね、素晴らしいものがあるんですけども、私にはね、さらにアレンジを加えまして、磨きをかけてね、もっと不思議なマジックというものをですね皆様にお見せできたらなというふうに思っております。たまたまです。ではまずですね、実際にやってたねマジックをやっていくんですけども、ちょっとねカードを混ぜます。こんな感じでね、こう混ぜていくわけでございます。52枚のトランプですね。では1枚1つ適当にね選んでいただきたいですが、まあどれでもいいですね。じゃあこのカードにしましょうか。じゃあこのカードに覚えてください。じゃあこれね中に入れてしまって、ここですね、間違いないですね、このカードを見えますでしょうか。このカードを中に入れてこう混ぜておきます。でさらに完璧にこう混ぜてしまって、もうどこに行ったかわからない状態にしておきましょうと。では、使うカードがあります。それはですね5枚あるんですけども、まずこれとこれとこれ、あとこれですね。あと1枚は、まあ、この辺かな。でまあですね、5枚用意したんですけども、1,2,3,4,5枚でお客さんの、まあ、ちょっとねこんな感じで挟んでもらって、こんな感じですね、深く持っていただけます。これ深く持っていただくことがポイントですね。でこの上からこう払ってあげるんですね。ワン・ツー・スリーってやってあげると1枚カードが残って、そうこれがあなたの選んだカードですっていうのをね、やってたんですけども、このマジック確かに不思議ではあるんですけども、私はですね、それをさらにね磨きをかけていきたいなと思います。このマジックにはですね一つだけと言いますかですね、弱点というものがありまして、自分が混ぜたわけでございますよね。自分が混ぜたということは、あの選んだカードですねある程度ね、自分の思ったところにコントロールができてしまうということでございます。それをね、防ぐためにはこれ相手に混ぜてもらうしかないですね。ということでね、相手に混ぜてもらうカードをちょっと紹介していきたいと思います。種明かしはですね、また後ほど解説してください。ということでね、まあどれでもいいのでね、じゃあ1枚じゃあ取ってください。これでいいですか。じゃあこのカード覚えてください。いいですか。じゃあこれで、ね、完全に中に入れてしまいます。ここですね、これ完全に中に入れてしまいます。はい、一番上のカード、これ全く違うと思いますね。下も多分違いますね。ではですね、私が混ぜて非常に怪しいですから混ぜてください。で、お客さんにこうやって混ぜてもらうわけですよ。で、こうすると公明正大、誰でもわからないという状況ですね。はい。こんな感じですね。ではですね、5枚カードを使います。まず1枚はこちら。で、もう1枚。そして3枚目はこれ。で、4枚目。で、5枚目はこれにしましょうか。ということでですね、中あたりから適当なカードをちょっと持ってきたわけなんですけども、1,2,3,4,5枚ですね。1,2,3,4,5枚。5枚ですね。こちらのカードね、使います。で、同じようにですね、挟んでいただきます。挟んでいただきましてね、1枚カードが残るんですけども、その1枚残ったカードがなんとあなたの選んだカードだから不思議だと思いませんか。で、ね、上からこうやって同じように叩いてあげると、そう残ったカードがあなたの選んだカードです。はい、ということでね、こんな感じでね、2パターンやってきたんで、どれが一番不思議だと思いましたか。一番ちょっとね、ちょっとだけあのアンケートを取りたいと思います。YouTube の、ね、アンケート機能まだちょっと僕のところ使えないので、まあ、コメント欄に打っていただければと思うんですけども、最初のマジックが良かったよっていう
場合はですね、高評価の方を押していただきたいと思います。で、私のねマジコンが良かったなと思ったら低評価の方を押してください。まあ、そうするとね、大体わかりますから、高評価と低評価の方を分けていただきたいなと思います。それ以外にですね、まあ、このマジックがねうまい下手とかっていうことは今回ですね一切なしにしていただいて、どっちのマジックが単純に良かったのかっていうのをですね、ちょっと投票していただきたいなというふうに思っております。ということで本日はご視聴いただきありがとうございました。